下り線から駅を見る下り線から入線検装号運動場駅は静岡市駿河区栗原にある静岡鉄道静岡清水線の駅。駅番号は S08。島式ホーム2面4線で静岡清水線で唯一上下線で退避、追い越しができる駅である。2011年のダイヤ改正により下り急行の停車駅となり平日朝に 県総合運動場駅新静岡駅間の区間列車が設定される。当駅止まりの下り普通列車は急行に接続し、平日早朝の新市密発上り一部普通列車は当駅にて通勤急行の通過待ちを行う。ホームと改札口の間は地下通路でつながっている。改札口は2カ所あり、駅南側は栗原、駅北側は国吉田3丁目に出る。 駅全体が小高い丘の上にあるが、これは、静岡清水線、古庄駅県総合運動場駅間に3本の、鉄橋と森土で作られた高架があり、県総合運動場前駅はこの高架が、地上に降りる、直前の位置にあるからである。2番線と3番線が本線で、大飛線の1番線と4番線を使用する、定期列車は新静岡駅県、総合運動場駅間の区間列車。 および新清水駅。駅の新清水側には片当たり線が設置されている。輸送障害時の折り返しほか、2011年10月1日のダイヤ改正によって、平日の朝に設定された、前日の新市岡駅と同駅を結ぶ、区間運転の列車を転線させる目的で、使用されている。ただし新清水側に引き上げ線設備はないため、1.2番線に停車後、 入れ替え信号機によりそのまま前進し、栗原2号踏切を越えた下り本線上の停止位置目標で停車し、エンド交換後、再度、入れ替え信号機に従い渡り線を通って4番線、または3番線に入線する。乗り場、静岡市統計所によれば、2018年度の1日平均乗車人員は1847人、降車人員は1821人であった。 この上行人員数は、静岡清水線全15駅中7番目である。なお、同統計によれば、近年の上行人員は、以下の通りである。静岡鉄道 S 静岡清水線、通勤急行通貨急行しありがとうございます。